お疲れ様です。今日ですね、こちらの枯渇やっていきますということなんですけども、最近ね、なんで YouTube のチャンネル登録者数が徐々に増えてます。はい、めちゃめちゃありがたいことに皆さんのおかげです。本当に感謝してます。はい、結構ね、ガチな話リアルなとこ、ここ1年チャンネル登録増えて なかった、なんなら減ってたですけど、なぜか今少しずつあるんですけど、ちょっと増えてるので、なんか毎日ちょっと気分良くなってます。はい、本当にありがたいです。なんでチャンネル登録まだなのよって方はね、ぜひしていただけると、僕が喜びます。はい、お願いいたします。マジ毎日なんだろうね、どう言えばいいんだろうね、もう毎日給食とかでデザートがある感じ。給食ってさ、週に2回か3回ぐらいしかデザートない気がするんですけども、いってらっしゃいバルキリーコブラ。毎日ある、幸せじゃない？むずいな。まあ、とりあえずはい、ありがとうございます。ということで、枯渇やってくんですけど、今日の枯渇はね、特殊です。はい、ウッドがない。はい、まあ、それ以外は、普通。普通っちゃ普通。これ、柳向きそうですね。来たら吹き出そうかな。早く打ってくんね。打ってくれる。で、これは、施設がね、その代わりないんですよ。いや、これタワー残したい。一歩残るだけで、これフルカウンターえぐいっすよ。え、マジでやりに行きます。もう全ぶっぱです。全突っぱいってらっしゃいの。やべ、これバレる、なんで手前に来たんっていう謎現象あるんですけど、いや逆に手前でよかったみたいな。母船避けた。さあ2本目折ってく。折れてねえんですけど、折れとるようなもんやろ216は。よし、はい、というウッドがない、かつ施設もねえわ。全然ねえやん。全然ねえやん。守るの難易度高っみたいな一つなんですけども、まあ、守るのむずいなら攻めりゃええやんって話ですよね。こうやってアイスピ飛ばないか。ういポッキリポッキリ、ありがとうございますという感じで、ラバルですかね。まあ、バルにはロケットがあるよと。でもウッドがないっていうのがね、やっぱ特殊ではあるかな。まあ、ウッドないんで、まあ、枯渇対決とか弱そうっすよね。スピスピで頑張るのか。これはね、後からホバをね、しばきます。ここにヤナム来られると、それはね、偉いですよね。非常に。このゴブリンはね、裏から出してあげた方が良かったっすね。延命しますよ。もちろん。もちろん延命します。で、ゴブリンとかいらない。もちろん延命します。はい、耐えてく。で、ラバディガーっしょ。いや、これ、2-1 で勝てねえかな。うわぁ、マジ、あれやばいね。ちょ、ロケ打っちゃう。ロケ打って、攻めたいんですけど、まだね、まだ攻めちゃあかんのです。時が来てない。本気で耐えたい耐えたい耐えたい、いや耐えれる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 っしょ。これ耐えれるよ。真ん中ホバです。いやないか、読みロケットみたいな。おい、あぶねえ。いやきついな。ラバヤーメね。いやきついですね。まあ、きついんですけども、まあ、施設がない、あと呪文もウッドしかないっていうので攻めがね多いです。あとはまあスピスピなんですよ、ウッドの枠はね。だからこそ、まあ、一応回転力は速くなってますね、普通の枯渇よりね。なんで、もう鬼攻めまくる。鬼攻めて2-1、なんなら3-1で勝つっていうのが理想ですね。さあ、というわけで、ガン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 。もうそれは攻めすぎやろっていうぐらいね、攻めてあげましょう。いってらっしゃい、ファイスピ。施設もないんでね、まあ、だからエレジャイとか引くと、無理やんってなるかもしんないんですけど、無理とかないクラロアに。まああるかもしんないけど、ないね。その気持ちでね、ああ無理やんってなったらもう勝てないですから、無理とかないんですよ、ぶっちゃけ。無理なものに勝っていくのがクラロアなんですよ。さあ、文句早く固まりな。おい、プリンセスで銀起動しちゃうけどね、って。プリンセス見せたから相手固まんなかったっすね。もったいない。あー、これロック打つかめっちゃ悩むんですけど、序盤はね、クララはね、呪文を使うんじゃなくて
ユニットで攻めまくった方が強いんですよ。これガチです。トルネ、まあバルキリーだったらどんまい。おー、ぽいぽいぽい。ヤナメ、いや、なんか俺の持ってんとだいぶ違う。ヤポイ、これハシマエプリンで削っちゃおうかな。ゴブリン追加もあったんですけども、お、なんか、うおい、残るん、いくそれ。え、これ、ユニットかぶるタイミングでいい。あー、墓石は。かわいいな、おい。コストねえだろ、おい。なんだ、この墓石。よしよし。いや、相手ね、そう、ボーラインドとかで今回重いんで、まだ行きたい。もっともっと攻めたいですね、ぶっちゃけ。じゃあ、あの墓石。あの墓石なんか、ちょっとやだな。これ、ゴブリン行くなよ。フリじゃねえぞ。やめとけ。いいよ。いや、地味強いぞ、ゴブリンって、これ。よしよしよし。序盤はね、ユニットで攻めまくってコストを使わして、が理想ですよね。で、ポイだったんで、まあ、スケラっすね。多分ですけど。うっ、にゃー、お、おいしい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 。ほんならちょっとだるいっすよね、俺からしたら。ここの位置のプリンセスがね、ほんまに偉い。文句固まりたくても固まれないっすね。近畿できちゃうんでね。あー、それ許容はね、偉いですよね。さあ、まあこの辺がちょっと難しくなってくるんじゃない。相手にユニット溜まっちゃうよねみたいなとこもありながらの、うっ、あ、それ目できないのよろしくないですよ。まあ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 、ヤナメ使ったしね。相手が左攻めてくるなら、じゃあ右側ちょっかい出しちゃうよね。あー、ボーラーカンプね、できてないけどね。吹き矢？やっぱ墓石がめっちゃいい活躍してんな、自分。なんかこのプリン吹き矢の構成いいっすよね。多分。あ、これ固まって、プリン？あー、歩いちゃった。キングギドしたかったっすね、今な。さあ、贅沢やな、め失敗。すべて残ってねえか？あれ？ちょっと待ってよ。ロケ削り？ロケ圏内みたいなのがある。どうなんだ？さあ、絶対やな、あの、右に使わないといけない。そうなるとヤナメ使わない。うえ、墓石あるけどみたいなね。全然反応してなかったな。さあ、ということで、このプリン吹き矢がいいっすね。あなたエリジェの話してたか。エリジェ来たら、そのプリン吹き矢で守りながらトルネが来るタイミングでアイスピゴブリンですね。エリジェって固まってる間に反射しないんですよ。なんでそこで削りまくる。アイスピゴブリン大事です。まあきついっすけどね。まあこの小骨はね、実際に今世界ほんと一桁ぐらいにいる小骨なんで、まあ慣れれば強いんじゃない。まあ施設マジ欲しいけどね、俺は。大砲、大砲だけあれば。お、絶対そうですと。え、なんで、どういうこと。あー、マジアチオールブレイカー、これだいぶ励ますよね。これきついよね、ぶっちゃけ。まあトルネのサイクルだし、ちょっとうざいんじゃない。うわー、神アイスピー。さあ、まあこれきついね。だってウォールブレイカーウッドされたら何で守るって話よ。ディガウォールブレイカーウッドね。まあバルキリアイスピーとか何になんのかな。ウッドめっちゃ欲しいっすね。で、この試合難易度、ちょっと高いっすよね。まあ、勝てばいい話か。で、トルネもウッドもあるんで、う、一発？よしよしよし。これこれ、ここにもうオールブレイカー来るだけで、しんどい気もするんですけども、あ、だ、ボムね。ボムも強いよね。これ吹き矢残らん？いや、残るように早めに投げたのに残んなかったらマジもったいない。まあ、あとは、サイドね、あんま同サイド、どうしよう。マジでちょっとね、ズルなんだけど。プリンちゃん、うっ、うっ、にゃ、にゃ、なにに、って感じですよね。さあ、ウッドあれば可能性はある。お、バルキリー、え、ちょっと入るくね。でかい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 。こういうところで頑張っていこう。
あとは暇あったらスピリットつけとけばなんとかならん。いやもうマジアチやばいよな。いやもうプリンセスのエイム天才すぎるだろ今のやばくない？冷静に。いや俺はもう右サイドをハシマイプリントロケで頑張るぐらいしか思いつかないんですよね。いやあの痛いよねこのダメージ。ぶっちゃけトルネケイカいらないかな。いやロッキーあるんですけどね、ロッキー打ってさ生きて帰ってこれるかな。生きて帰ってこれると信じるしかないよね。でもいやめっちゃ引きや。生きて帰りたいです生きて帰りたいです。あーでもそうなっちゃうっすよね。やっぱりそうなっちゃいますよね。そんな気はしてたんですけど。うっ、いやーそれ残したい。いやマジロケット打ったのマジアホや。なんで撃った、やめて。マジでどんどん、このモルメカグしてる、苦しそう。俺も苦しい。いやロケ3発ぐらい頑張れないかな。マジで頑張るしかない、頑張るしかない。ある、うっ、マジでトルネ来る、絶対来るやん。あいや奥にずらせばよかったな、拾える、絶対来るやんこれ。マジでちゃん、ここに、こんにちは。あーですよねですよねって感じですよね。まあ打ってほしいですよねまだ打ったりゃなんとかなったよなっていう気がするんですけども、まあそれは仕方ないんで、タラレバなんでね。ねえならね、まあなんでスピスピなんかわかんないですけどねマジ結構謎っすよねスピスピは。まあ陸系になるとか、まあいっぱい攻めれて楽しい的なね。ウッドでも変わんないんですけどね。さあ、お、これはなんかいい匂いすんね、あんた。うん、美味しい匂いがする。もう大好き。はい。マジいい匂いすんな。香ってる。スパーキーレイジヒースピーザップね。まあ、レイジザップだけき、あー。いやめんどくせえな、あんだよミラーあんのかよ。やばいやばい、え、あぶねえ、や、え、やばい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 、全然くせえ、さっきの撤回。うわー待って、ミラーレイジザップね。いや全然もうこれ俺が攻めたらきついやん、正直になれないもん、絶対きついやろ。エリボーとか来んのか、ダクリー やめて。おーん、いやでもこれボコして吹けや。アイスピ追加絶対
結構守られるやん。なんで？じゃあまあレイジ、いやこれスピリットがあることによってレイジクザップねからのケアのダメージも稼ぎ、よし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 。いや問題はさ、あれどうする？ロケ打たない、打たないが正解じゃね。端前で打てばいいんだ。あーよしよし、これでミラースパーキー打ちて、いやもうこれでいいよ天才。しかもこのスピスピー、オッケー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 。いやーそうですよね、絶対きついですよね。あなたさんスピスピが地味に活躍してる。ミラー打たないね、冷静だね。さあ使った、え耐えてほしい。うわー、えザップで落ちない、落ちる、やばいやばい、落ちるならもう行くしかない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 。スプリット飛ぶ、浮き矢が浮き矢が浮き矢がちょん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 。バルキリー来たんで1位、グッドゲーム。ロケット打ちたかったよ。よしよしよし、一瞬ビビったね。最初スパーキーミラーでなんか思ったよりいかれてたんですけども、まあ槍か、ゴブレンの槍が悪さしてたんだろうね。なんか強化されまくってますからあれも。よしよしよし、まあ相性は良さそうでしたね。メロちゃん、まあ、なんだかんだ攻めはちょっと強いっすよね。まあ防衛っすよね、だから施設ないんでいかにそう許容できるかみたいな、相手の攻めをどんぐらい許していいのかみたいなとこっすよね。ホグ一発400ぐらいあるんで、400受けるんですけど、その受けつつそのカウンターでね400以上のダメージ与えれるのかっていうとこなんですけども、26は渋いよ。おっ、あーマイチ、マイチをウッド使ったな今。回んのかなマイティで。あ、インフェ置いてる、あっつ、え、これって届かないよな、しかもインフェ、あーめっちゃ吹き矢やん、じゃねスケやん。さあ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 、これ端前プリンスバレますかね。いや俺は行く、うっ、あー一瞬なん、何しとんねんあんた、もう本気だろ。いやー潜って吹き矢行かれるかな。いやー1コスで行かれんのねー、これ痛いっすよねー。まあ手前でワンチャン透かしてダメージ入んねえかな、入らない。クエ行かるんでゴブリンでね保護を守るっていう考えは捨てた方がいいかもね。足前プリンの顔してるんで一回ケツ、おい、さあこれを許容ですね。仕方ない、これは別に仕方ないダメージなんですよ。でインフェなんでこのゴブリンもちょっと強い、ちょっとうざいよ。まあウッド冴えたら行きたいよね、強いよね。許容してんね、これは何のもんだ。ああ、うわーなんかおしゃれ。いやマイティをボコしてる、熱い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 。施設ないんでホグ最後ロケ打ちます。まあ盾あったらかな、盾なかったら適当に守れます。で許容して近畿してフルカウント、裏とかに飛ばしとくとちょっとうざそうじゃない。いやこのプリームケアがなんかいい味出してるね。スケボーへ回したね今、頑張ってスケ。いやこれ絶対うざい、プリンがいるから。でこっちに攻めることによってウッドをねこっち使うでしょ。そしたらこのプリンに対してスケで守りたい。いやロケ子か、あのロケ子いる、やばいやばい、めっちゃもったいない、めっちゃもったいない。これロケ棒あります。いやてかロケ、え、これロケットのダメージをごめんなさい存じ上げないので、まあ、落ちないけどね、落ちないけど吹き矢がね、おい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 、施設ないけど
やっぱ攻めよね。攻めかつ食い変わるときはね、もうゴブリン出さない。ホグ入っちゃうけど許容して、その分カウンターで頑張っていこうっていうこのね戦い方。ゴールとかも全部多分同じっすね。ダメージ受けるんですけど、もうカウンターでしばき倒す。まあ攻めまくんのが大事っすよね。よろしく、日本の方っぽい。いってらっしゃい。お、近い。マジ同じまである。あー、それやばい。おー、危ねえ。いや、ロケット便利だね。さあ、ホグね、さっきもやったけど、嫌ですよね。ぶっちゃけね。ホグ飛ばされるだけ、抑えるのむずいんで、アイスピ大事に行きたいよね。正直。アイスピ大事にね。あと、あんまり結構ありがたい。キングギドできるんで。さあ、これはめちゃくちゃでかい。ぶっちゃけ。さあ、端前プリンキーガーをしてる。えらいね。やばい、クイック打たれるんかい。うっ、いやー、残ってる。うざいぞ、これ。バルキリー頑張れ。あれ、バルキリーちょっと入る。いや、プリンセスの方が入る。いや、ロケットこっち来んだ。優秀すぎー。ウッド使ってないんで、ゴブリンバレル飛ばすメリットはないんですよ。まあ許容して、相手これうざいぞ絶対。ああ。いやーでもこれで一発入っちゃうのは良くないっすよね。バレルってさ、ウッド持ってる相手にトントンみたいな思われるじゃないですか。いや、1ヤード取られるっすからね。全然あれっすよ、良くねえっすよ、ね、よく考えたら。相性いい感出てて全然良くない。いや、あ、この吹きは最強だ。いや、いいね。いや、吹きはめっちゃいい、散る。え、しかもサイクルでこれロケボーやります。さあ、ウッド使ったんで攻める。なんで定位置じゃない。いや、逆にめっちゃいい、めっちゃいい。たまたま定位置じゃなかったのに。さあ、これも許容して、まあ右どうでもいいですね。まあマイティ事故だけね。はい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 。いやー、あるよ。ロケットのダメージちょっと見とくか。492ね。492か。これロケボーやります。困ったらロケ。やばい、痛い。それマジロケ。このさ、拡散マジ強いんですよね。もう許容してる。マジロケコ危ねえな。いやー、めっちゃいい。マジロケコギエされる。これそろそろ攻めロケ打たないとやばいっす。もう一回耐えて。
耐えたら、うっ、あぶねー、あぶねー。施設欲しいけど、意外とこの施設がないことによってなんとかなってる可能性もまあゼロじゃなさそうですけどね。施設欲しいなロケ防衛が強すぎ。さあペットン、よろしく。ちょっと初手芸かまそうかな。刺さるとマジ気持ちいいよね。いってらっしゃい、頼む、バカ入ってくれ。いやいやいや、結構入ってる方、これは正直。いやカウンターすんごい、ロイジェ来ないで。いやここで吹き欲しいのになんでない。いいよトリトン、ちょっとおバカだね。いやちょっとおバカなのがね、めちゃめちゃいい。いやかぶったのでけえ、グッド使わせたからのよね。まあ一旦ね落ち着いてね、やんちゃボーイだと思われちゃうんです。ここでめっちゃ行く感じ見せてこっちに行っちゃうなんだったねーっていう。あー、LP 強いよな。ここのプリンセス、いやてか相手ロイジューだから意味ねえかな。キングピド、どうなんだろう。ロイって禁忌されてウェルカムウェルカムって感じっすよね。だってわあ呪文わかんねえ。まあファイボかライトか残る。いいね、痛っそ。気持ち延命してあげるか、気持ちだけな、ちょっとだけな。はい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 、まあ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 いいんですよ。うーん、ちょっとゴブリン届かん。やってくれてもよかったね。まあ問題はね、右を削るのか左を削るのかみたいな。お、うざいよこれ、回ってるか。いやこのプリンフキアの2枚いいな、なんか使ってて楽しいよ2枚あるの。あー文句で受けるね。ぶっちゃけ左も見えてきたね、相手のサイドの逆の方が戦いやすい的なとこないかな。お、あーめっちゃいいライトすぎるそれ、やばい。まさかの綺麗すぎるライト受けちゃった。これ良くないね、流れがめちゃめちゃ。モンクロイされるだけ苦しいことがバレちゃう、バレちゃうよマジ。ロケット撃ちて、いやーでもいいのか。いやー痛いけど頑張れてはいる。いやでかいこれ、もっと入れ、もっと入れ、プリン入ってほしい。いやあります。ちょっとお前バカすぎる吹き矢、吹き矢バカすぎるな今の。いや延命してもよかったか。これ回んないっす。回した、一発惜しい。悪くね、
いや、これ左の方が削れる。え、マジで。マジで相手も、え、いや、あーきついね。ロイとかね、施設なしで止まんのって話ですけど、アイスピー優秀です。